皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋みとです。これ、動画上映、7月7日です。例えば7月7日です。7月7日じゃ、1月7日ですね。お主さん的なお話でございます。この経緯は Facebook とかには載ってますが、一応ここで知っておきたい。皆さんマジで笑う、この動画見てる人マジで笑わないようにしてほしいなというと、マジで気をつけてくださいっていう真面目な話です。これ経緯的に昨日なんですけど、ちょっと体の調子が悪いということで、仕事を休んだんですね。休んでます、ちなみに。そしたら、熱が急にかなり上がった上に、たらもう歩けなくてですね。その結果、かなり大変な目に遭いました。救急車呼ぶっていうあれまで行きまして、救急車で、近くの病院まで行きましたので、行きますし、で、病院に行ったコロナではないと言われたんでよかったんですが、膝は、痛風から来てましたっていう字でした。で、皆さんも薬がちゃんと飲みましょうという、マジなお知らせでした。ちなみに、約来週お休みになってるんで、本当に一部の皆さんに謝罪をかけたいと思う。本当に申し訳ございませんでした。本当こうやって出してますけど、こうやって言ってますけど、本当すいませんでした。ということで終わります。ご視聴ありがとうございました。